ては金沢駅で会いましょうです。はい、ダンスアーティストのケント森さん、くたに焼き作家さんの珍しい工房にお邪魔しましたが、さらに驚くものがあったそうですよ。そうなんです、うん、会いましょう。マイケル・ジャクソンやマドンナに認められ世界のトップアーティストたちの専属ダンサーを務めてきたケント森さん。くたに焼き作家北村さんの珍しい工房に大興奮。でもこんなもんじゃない、さらに驚いてもらいましょう。うおこれですか。そうなんです、一応茶碗屋さんなんでたくさん来たりですね。すごいすごいですね。いっぱいあります。うわ、くたに焼きなんてご存知ですか。いや、あの聞いたことありますけど、あのなんかごめんなさい、目に入っちゃったんですけど、なんですかね、はい、うちの父です。お父さんどうも、はじめまして。ようこそ。若いやんな、お前だいぶ年の人が思ったらよ、若く見えますね。眉毛に会うた時には、はい、え、マイケルに会うたんですか。そうなんですって、実はマイケルに会うたんですか。大手に喋ったりしてるよ。おな、そのちょっと話を聞かせてくださいよ。伝統工芸士北村隆さん、1973年の日展初入選を皮切りに外務大臣賞や東国宮文化宝賞、また奈良東大寺長老清水光昭氏と合作で高円宮憲人親王殿下にご結婚祝いを献上するなど幅広く活躍しています。すごい方。ちょっと待ってください、 お父さんの口からマイケルっていう単語が出るたびにちょっと不思議な感じがするんですけど、これやばいっすかじゃないですか。これすぐ見つけましたもんね。いや、その実はそれ自動車のハンドルなよ。あ、これハンドルなんですかね。そしたらなんかわし知らんねやけど、そこにおる女の人やろ、その人がマイケル呼んだプロモーターと友達かなんかやったよ。はい、そしたらマイケルワンステージ相当これ高かったんだから、はい、そしたら東京ドームかどっかで予算足らんだらしいよ。はいはいはい。だからその関係の人が結構スポンサーになってお金出したよ。はい。だからマイケルを少し使ってちょっとコマーシャルしても権利もろたんちゃうか。はいはいはい。だからマイケルに、わしはおだ、なんか聞いたらしいよ、何欲しいって。はい。ほんだから桜の絵を描いたのが欲しいって。桜。ほんだから急に桜の絵がないよ。はい。で俺に、電話かかってきたんや、はい、先生、桜の北に焼きで何か作れんかって言った、はい、ただし条件はうちのハンドルを使うたんで何かしてくれって言った、はあ、マイケルの似顔絵描いたらどうやんだって、はい、で一生懸命描いたんやって、はい、ショックやった、会うた時。何ですか。顔違うん、あの俺これの顔で描いたんや、会うた時の顔見てみや、ね、ちゃうまい、ちょっと細いな。あ、もう少し写真の時は太ってたというか。おい、おいたらお前顔、お前ちゃうって言ったよ。俺口悪いから。からお前だってわからんねやから。そうですね。これあの当時僕中学生で、はい、マイケル・ジャクソンに会うかサインちょうだいもらってきてってお願いしたら、はい、親父1枚だけ色紙に持って帰ってくれたやつを隣の飛行機乗った隣の人にあげたって言って。だから俺それでな。マイケルさん、それをください。マイケル興味ねえんだよ俺は、はい。そうですね。ただマイケルがあん時くれたんで。チケットあったやん、コンサート、はいはいはい、一番前の人興味なかったやん、で誰が一番前、おプレミアもプレミアじゃないですか、見たらな、うわそうなんですね。お前今日時間くれって、うわこれこれですか、うん、プラチナかな、うわこれはすごいですね。持って行ったらこれほらマイケル見てみる、桜の絵やん。あ、本当だ、これはマイケルに渡したやつね。まず大きいの持って帰ってます。ちょっとね、これ桜に似顔絵、うん、いつですかこれは。わしの和義生まれの年やから40歳やん。わしはまだ胃潰瘍でガリガリやってる。、はいはい、でマイケルと並んで大体10分ほどの約束だったけど、マイケルなんか俺気に入ってくれてな、30分で喋ったんだ。2人だけですか。2人で、おでこうやって顔違うんだな、私ほんで帰ったらまたゲストに来たわしに。それは誰が言ったんですか。マイケルが言ったんや。帰ったらお父さん、お父さん、あ、それはもうあのお父さん、あの僕もマイケルには本当に1回だけ会ったことがあるんですけど、彼自身出会ったのが6年ぐらい前なんですね。でその後彼亡くなって、で
今年でダンス10周年を迎えてダンス歴で、その時にまあ今回僕あの DVD を出すんですね。でその DVD を出すのにあたって一番初めにあの撮った曲が桜っていう曲なんですよ。で実はここに来る前に、先ほど行ったあのお寺なた寺で僕はあのそのすごい絶景をバックにですね踊らせてもらった曲が桜で、そのねなんかこうなんていうんですかね、あの運命の糸というか、あんたも恐ろしいですね。ちょっとあんたの顔も桜描いてくれ、これにマイクと同じ額一つ残ってるのは描いたろうか、額だけ残ってるのか描いてほしい。お前の似顔絵を描いて桜描いたろうか。え、マジですか。額一つあるわ、ここにまだ一つ。お父さん、お父さん。お父さんユニークで楽しい方でしょ。涙出ました今、笑いすぎて。ずっと爆笑してましたもんね。でもマイケルと会ってたんですよ、ね、すごいですよ ね、 すごいですよね。だからもうケントさんも興味津々で驚いてばっかりで、息子さん立場全くなかったんで、サイン隣の人にあげるってそう、ね、お願いしたサインをねあげちゃったと、ね、プレミアムチケットも、チケットもね、興味がないというぐらいで、ね、あのビッグなマイケルさんの、ね、なんですけれども、実はあのこの後ですね、ケントさんと私で谷脇体験もさせていただいたんですよ。そうなんですか。でケントさんなんと絵画教室にも通ったことがあるということで、絵もねお上手な方だったんですが、できた九谷焼のお皿が焼き上がりました、はい、それがこちらです。こちらケントさん何の木だと思います？これこれだから桜？その通りです。やっぱりあのマイケルが描いてほしいと言ったのも桜で、ご自身の DVD で初めて、あの撮ったものも桜という曲だということで、桜にインスピレーションを受けてこちらのお皿が出来上がりました。なるほど、ね、実は私もなんか桜を、やっぱりそのお話を聞いてイメージしてたもので、知ってますね桜。ちょっとケントさんのものと一緒に見せたくなかったんですけども、やっぱり桜だということで2人で体験させていただきました、うん、ありがとうございました、はい、明日はですね金沢でケントさんすごく仲がいい方がいらっしゃるということで、そうなんですか、はい、2人で会いに来ました。お楽しみに、はい。